日のこといくら感謝してもしきれませんわ。よかった、仲直りできて。キミト様、私有栖川さん、実は今日の企画は俺じゃなくて愛華が考えたものなんだ。あいつは有栖川さんやクラスの子たちと仲良くなりたがってて、そのために準備を進めてたのがこの庶民パーティーだったんだ。でさ、有栖川さんにもぜひ手伝って。お、どうしたの？有栖川さん、私のセリフ取らないでよ。あなたこそ私と同じこと言うのはおやめくださいませ。